中年オタッキーです。髪の毛ボソボソで、まあいつもなんですけど、すみません。ちょっとね、特別重労働してくたびれてますんで、今日はね、ここまで来たのかなって感じで、カメラ買ったんですよ、また。これね、これ F1、キャノンの F1 っていうモデルの、まあ、後期モデル、ちょっと人気のモデルになりますね。まあね、ちょっとシャッター音がね、独特なモデルでですね、チタン製のシャッターを使ってあるモデルですね。これね、フィルム質もまあ綺麗ですけど、シャッター速度はね、2000分の1からね、1秒まで。でね、これね、電池を一切使ってないんですね。だからね、これ音が面白いですね。これね、ガバナっていう部品を使ってありまして、機械仕掛けで、まあ、1秒とか2分の1秒とか、シャッタースピードをコントロールするようになってます、この音ね。うん、で、ジャンク品を購入してきたんですよ。で、まあ、このレンズも実はジャンク品で購入してきたんですけどね、まあ、別にカビとか何にもないんですけど、値段がね、この F1 本体が500円で、レンズこれ 50mmF1.4SSC っていうモデルですけど、これも200円。これでこれキャノン純正のフィルターまでついですよ。これだけで普通500円買っちゃうんですよね。でこのセットで700円で、徳島のね、カメラの北村の会津店のジャンクコーナーに並んでましたんで、でね、他にも並んでたんですよ。他にも並んでたんで、次の日って買ってきちゃいました。ああ、真っ白になっちゃうかな。うん、これね、買ってきちゃったんですね。それがね、じゃじゃん、これ AE1 ですね。もうね、もうチャッターの泣きもないぐらい調子がいい AE1 と、これ FD200mmF4SSC で、これ FD24mm の F2.8 で、これが FD135mmF3.5。 これね、カメラ本体が200円で、レンズも全部200円、全部で F1 も入れて1500円で買ってきました。でね、カビとかも全然ないんですよ。で、この F1.4 50mmF1.4 だけは絞りバネにちょっと油が回ってまして、固着してましたんで、分解して油をね、取り除いて、まあ OK になってます。この時代のね、レンズってね、結構ね、簡単に分解できるんでね、ちょっとね、こう中を覗いてね、汚れてるぐらいだったらね、買ってきて分解しちゃうのもいいと思いますよ。でね、先日ね、動画でキャノネットっていうカメラをまあもらってきたっていう動画しましたけど、キャノネットもね、いじってたら動いちゃって、でもうすでにフィルム1本撮ったんですけど、まあそれは今現像に出してるんですけどね。で、そいつの現像が上がってきたらまた動画上げるつもりでいるんですけど、さらに2台も増えてしまって、しかもこれ全部動くんでね、まあフィルム台の方が大変になってきちゃってるんですよね。まあ今日はね、そのこれグダグダな動画になっちゃいましたけどね、もしね、今フィルムカメラをやりたいなって思ってる人はね、すごいチャンスだと思うんですよ。特にね、今フィルムカメラね、まあ、ちょっと流行ってきてるんですけど、コンパクト機が人気です。まあ、オリンパスペンダーとか、さっき言ったキャノネット、リコーオートハーフとか、キャノンデミ、まあ、その辺のね、
まあ最後はピッカリコニカ、コニカ C3 号とかそういうのが人気になってきてます。コニカ C3 号はねすごく台数が出てるんで安いんですけど、オリンパスペンとかはねとんでもなく汚いのがね5、6000円したりするんですよ。でもね一眼のねマニュアルフォーカスはね全然人気ないんですね。でどんどん値段が下がってきてるんです。でね撮ってみたら分かるんですけどね、マニュアルフォーカスってねその作品を作ってる感がねたっぷりあってねすごく楽しいです。確かにねシャッターチャンスとかに弱いですし、あれなんですけど、なぜお金がかかんないですね。実はこのキャノンのレンズはもう安いっていうことで有名で、世界中でねそのミラーレス一眼とかデジタル一眼にねそのマウントアダプターを乗っけて移植するのが流行ってます。で映りもいいんですよ結構ね。特にこの FD1.4 っていうのはキヤノンが EF レンズを作った時にその FD1.4 の性能を超えないと出しちゃダメっていうなんか社内の暗黙の了解みたいなのが発生して、でどうしても超えれないっていうんでずっと EF1.8 だけ売ってて、しばらくした後ようやく 1.4 が出たっていう経緯があるぐらいいいレンズです。で、ね、もう覗いてね見てもねすごいわかるんですよ。これねちょっとバージョンが古い 1.4SSC っていう旧 FD になりますけども十分いいです。光学設計とかあんまり変わってないんでものすごくいいです。でまあちょっとねさすがにね200円とかはないと思いますけど、まあ結構ね安く転がってる可能性が高いんでね、皆さんぜひねカメラ店とか骨董品屋さんのねジャンクカメラコーナーとかね探していただければいいと思います。でそうですね、特に僕がおすすめするのはねこの AE1 なんですけどね、これね僕もう一台実は持ってるんですよ。そうですね30年ぐらい前に中古カメラ屋さんで購入しまして、で20年間ぐらい一線級で使い続けたやつがあってね、でこの間っていうか今週、まあ、点検したんですけど、ちゃんと全速シャッター切れてます。意外にも頑丈、なんか電子シャッターの初期のカメラってねすぐに壊れるってイメージが、まあ壊れる筐体も確かあるんでしょうけど、意外にもね頑丈で動いてくれてます。で AE1 の普通のやつ、これ普通の AE1、 これはねシャッタースピード優先 AE、 つまりシャッタースピードを決めてこの絞りリングをオートに合わせると、まあシャッタースピードを固定で絞りを調整してくれるスポーツ写真に強いパターンですけど、まあこちらはね フルマニュアルになってしまうんで、それに比べると失敗が少ないカメラになりますね。 AE1 プログラムっていうのもあって、絞りマークを A にして、んでシャッタースピードをプログラムっていうところにすると、全部自動でやってくれるっていう、まあ、失敗が少ないカメラもあります。まあね、マニュアルフォーカスのカメラね、実はね、これね、これニュー F1 です。ニュー F1 も持ってるんですけど、もう値段が下がっちゃって売る気にならないんで持ってるっていう状況ですね。これね、これいいカメラですよ。これもうこれはね、もう音が素晴らしいんですけど、うん、横走り。チタン膜フォーカルプレーンって言って、まあ、これは旧 F1 も一緒なんですけどね、音だけでも十分楽しめますし、その質感もすごいです。実はこれ飾りで買ったつもりだったんですけど、動いちゃったら使うしかないですよね。まあ、今日はねちょっとグダグダの動画になりましたけど、キヤノンのねマニュアルフォーカスのカメラ2台とレンズたちを紹介しました。さすがに500円とか200円では売ってないと思いますけど、皆さん北村さんとかねジャンクコーナーありますんで一度覗いてみてはいかがでしょうか。安くカメラを買って、フィルムで写真を撮りましょう。でフィルムの写真は未来に残ります。ぜひデジタルだけじゃなくてフィルムも撮ってほしいですね。はい、今日はこの辺で、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録してくれてる人、こんなしょうもないおっさんの動画にしてくれてると言います。ありがとうございます。あなたももしよかったらチャンネル登録お願いします。それではまた。